んこんにちは、ゆりです。やすです。まるんちゃんです。今日はリクエスト非常に多くいただいてます、拳の制定についてお話ししていこうかなというふうに思います。はい、拳をじっとしてとかってレッスンで言われたことあると思いますが、それが一体どういうことなのか説明していきたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。拳の制定、よく耳にすると思いますが、制定って普段使わない言葉ですよね。一言で表すなら、拳の制定とは、拳が馬の口に対して安定していることを言います。馬が歩くと、馬の口と頭は動きます。拳が馬の口と頭の動きに合わせて動くことで、拳は馬の口に対して安定します。拳を固定してしまうと、馬の口に対して馬が当たって離れてを繰り返すことになります。これでは馬の口に対して安定しているとは言えません。馬の動きに合わせて拳が動くことで、拳は制定します。ではどのようにして拳を制定させるのでしょうか。馬が運動するときの馬の頭の動きは歩法によって異なります。そのため拳を制定させるためには、それぞれの歩法に対応する必要があります。3種の歩法をそれぞれ見ていきましょう。波足では馬の頭は前後に動きます。そのため人の手は馬の頭の動きに合わせて前後に動きます。早足では馬の頭はあまり動きません。そのため人の拳の位置もほとんど動きません。駆け足では馬の頭は大きく前後します。人の拳は馬の頭の大きな前後に合わせて動きます。人の体が馬の駆け足の動きに合わせて動いているので、拳の動きが少し分かりづらいですが、人の胴体と肘の位置関係を見ると、拳が大きく前後しているのが分かります。このように一つ拳の制定といっても、馬の動きによって拳の動きは異なります。それぞれの歩法で馬の頭がどのように動いているのかを理解することが大切です。次に拳の制定の失敗例とその対策を紹介します。正反動で手がバウンドする、腕が硬直して馬の口に力が強くかかってしまう、こんなことありませんか。肘がまっすぐになっていると、肘のクッションが失われてしまいます。手の位置が低すぎると、このようなことが起こります。手の位置を少しだけ上げて、肘を曲げてみましょう。馬の口、人の拳、肘が一直線に並ぶように拳の高さを調整しましょう。駆け足で手が上下してしまう、拳を下で固定してしまう、こういったこともあるかと思います。これは肘が動かないことが原因です。体の横で肘の位置を前後させてみましょう。この時も馬の口、人の拳、肘の直線を崩さずに前後できるといいでしょう。それではご自宅でできる拳の制定のトレーニング方法を紹介します。はい、それではですね、乗っていない時にできる拳の制定のイメージトレーニングの方法がこちらになります、はい、あ、ごめんなさい、まあ、ただのロープなんですけどね、はい、これはね、2人1組でやります。で僕が大間さん役やるので、はい、ゆりさん乗ってる人間をお願いします。あ、はい、わかりました。大間さん役の人はこうやって手でね、こうやって馬の動きをしますから、で波足いきます、はい、必ず大間さんの動きの方が主体ですからね、人はそれに合わせていくだけですから、はい、で今度早足だと、まあ、これぐらいのちっちゃな動きになってきますね、はい、
で、この駆け足になるとさらに大きな動きになってきます。まあ、こういう感じで動かして、はい、でまた波足しますね。波足の動きとかでもそうなんですけど、まあ、波足はこうやって肘が前後する動きになりますね。で駆け足もそうですね、駆け足もそれが大きく、そうですね、駆け足だとさらに人の動きも体の動きもこういう動きも追加しますから、で林だとほぼそのままですね、こういう感じですね、はい。まあ、こんな感じでね、イメージトレーニングにはなるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、大事なのは今やったようにね、早足と波足はこう体の横でこうやって腕がスライドするような、こういう肘の前後が発生するっていうのをまあイメージできるのがまあいいところかなというふうに思います。そうですね。でもしね、手が動かなかったらね、馬の顔がこうやって動くに対して手が止まっていたら、一回一回こう手綱がたるんで張って、たるんで張ってっていうのを繰り返すことになってしまうので、早足だったらこう動かないんでね、うん、ある程度ちょっと固定とまではいかないけど、手の位置が動かなくても、うん、拳は制定されるわけなんですけど、波足と駆け足においてはこれだけ前後がありますから、はい、手の位置が固定されてしまうと制定ではなくなってしまう、はい、まあ、その辺が制定と固定が違うよっていうことですよね。はい、早足においては固定がちょっと制定っぽくなると、うん、固定しても制定できることが早足の場合はあるよってことですけど、はいはい、ぜひねこれお家で試してみたらいかがでしょうか。はい、ということで拳の制定についてお話ししました。はい、僕としてはですね、馬の動きに積極的に自分からこう合わせるために自分が動いてやろうっていうんじゃなくて、うん、自分がしている力の使い方としてはずっとほんのちょっとの力で引き続けてるんですよね。で、ほんのちょっとの力で引き続けてるので、馬の顔が前行った時は自分の手が前に行って、うん、馬の顔が上がった時、自分の方に近づいた時は自然と手が引かれる、はい、っていうのを繰り返してる感じなんですけど、うん、そういうイメージでやってるんですけども、はい、まあ皆さんできる人は同じようにやってるかどうかはね、ちょっと僕の感覚の話なので、はい、どういう風にやってますみたいな、私はこういう風にやってますみたいなのがね、いろいろもっとあるといいなという風に思いますけれども、はい、私も似たような感じかな。ちょっとだけ引いてもギュッて引いてるんじゃなくて、こう手綱がたるまないように保っているって感じかな。と自然とこういう前後が発生するってことですよ ね、 そうね。自分から手を前にしようって思うとどうしてもたるみすぎちゃうんでね。そうそう、だからちょっと引いてて弱く引いてたら自然といつでも手綱が張ってる。ただ基本の騎乗姿勢の動画でもあったんですけど、うん、はい、手の高さ、うんうん、馬の口、人の手、人の肘までが一直線になっているときはそれがやりやすいですね。はい、手の高さが、拳の高さが変わってしまうとどうしても制定するための手の運動もやりづらくなってしまうので、うん、はい、そこもポイントなのかなというふうに思います。そうですね、あのヤスさんの騎乗動画とかを見てると手がそんなに動いてないんじゃないってね、みんな見えるかもしれないんですけど、拳だけ見てると確かにそうだと思うんですよ。でもやっぱこの肘、肩の動きをよく見てると結構ね、こうやって動いてるので、うん、皆さんも最初練習するときは意識的にちょっと手を大きく動かしてもいいと思うんですよ。ここからだん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 ちょっとずつ動きを小さくしていって、ちょうどいい動きを探る。最初はね、やっぱたるんじゃってもいいと思うんですよ、多少ね。馬の口引っ張るよりは楽な方がいいから、それで手を大きく動かして練習して、でちょっとずつ慣れていけるといいんじゃないかなというふうに思います。最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった、拳の制定お家で練習してみるよと思ったらね、ぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。